カモ川は、鳥取県岩見郡岩見町を流れる二級河川。源流から川口までの延長二二十点六キロメートル。内関川流路延長は、川口から十七点六キロメートルまでの区間となっている。流域面積は九十点九平方キロメートルで、岩見町全域の七割以上を占めている。源流には、川合国高原、中流には、岩岩温泉、河口には、 アジロウオコウがある。また、支流の小田川の上流には、アラカネ鉱山などの鉱山が散在する。かつては、高毒汚染で魚が死滅したが、今では、水質は良く、1998年から2007年の、生物科学的酸素要求量75%値は0.5から1.8ミリグラム、L で推移し、環境基準 AA ないし l 系を、クリアしている。 鳥越地区の上流加門側の水源は、扇の山の標高900メートル付近に広がる、川郷国高原の天神池である。扇の山は南北に長く、峰を伸ばしていて、その両線が、鳥取県と兵庫県の県境になっている。北へ向かう両線は、牛が峰山へと連なっていて、この間の東斜面に一帯が、川郷国高原である。川合国高原は、 袋川の源流にもなっているほか、峰の反対側には、兵庫県を流れる岸田川の源流がある。池から発した流れは、兵庫県との県境に沿って、しばらく北流する。この辺りは火山に由来する、流門岩や、行海岩が急峻な地形を成しており、天神滝を含めて、標高差300メートル余りを一気に下る急流となる。横尾の棚田3キロメートルほどの間に、 標高差550メートルほどを一気に下ると、標高330メートル付近にある鳥越地区で人里に出る。川はこの辺りでやや緩やかになり、北西へ向きを変える。ここの辺りの上流域では、わさび栽培が行われている。まもなく横を、株島、新井地区に出て、川は再び北へ向きを変える。この辺り、標高230メートル付近の加茂川両岸の、 斜面は大仙噴火の際に生じた地滑りによって生じた傾斜面になっていて、江戸時代中期に開かれた500枚の棚田が広がっている。全体で25ヘクタールに及ぶ棚田は1999年に農林水産省が定めた日本の棚田百選に選ばれている。この辺りは平家の落ちうど伝承がある奥地だが、明治期に加茂峠を越える。 国道9号線が開通するとバスが通るようになった。しかし加茂峠の県路は当期の通行が困難で1978年に加茂トンネルが開通してそちらが本道になった。今は旧国道である県道119号が加茂峠へ向かうほか中央峠を経て国府町方面へ向かう県道31号との分岐地になっている。 旧三陰道の古い時期の正確なルートについては、諸説あって定まっておらず、加茂峠を越えて横に入った後、縦横峠を越えて雨滝方面へ向かっていたとする説もある。豊臣秀吉による鳥取攻略にあたっては、豊臣軍は加茂峠から縦横峠を経て進行したとする説があり、秀吉にまつわる伝承が近辺に残されている。 戦国時代末期に大いに栄えた銀山地区を流れる銀山川を合わせると、加茂川は塩谷地区で再び北西に転じ、南から法政寺川が合流するあたり一帯が加茂地区となる。このあたりから谷が開け、谷底平野となる。付近はかつての旧山陰道、加茂峠の真下にあたり、加茂には江戸時代までは板書が置かれていた。 今の国道9号線は、加毛トンネルで峠を抜けてきて、ここからは加毛川と並走している。岩井温泉の床無理大橋右岸から白地川、長谷川を合わせると、加毛川は西へ向きを変え、中流域に入る。大正末期から昭和初期にかけては、白地の対岸付近から中流の温島で、加毛川の左岸を岩井軌道が走っていて、 温泉客や道行石を輸送していた。この軌道は愛山で、インクラインとの積み替え場があり、荒金鉱山まで続いていた。この愛山地区には、平常森のものとされる墓がある。真名川や瀬戸川などが集まるあたりには、岩井温泉の温泉町が形成されている。ここにはかつて、岩井塾があり、岩井村の中心地だった。 カモ側川の右岸には7世紀後半から平安時代のものとされる寺院の遺構があり、国指定の史跡になっている。温泉町付近に架か,かる床無理大橋は、かつての旧三院道、国道9号線で、今は橋の周辺に浸水地が設けられるなど、当時客の散策路として整備されている。温泉地を抜けると、川の両岸には、 標高100から150メートル程度の小規副山地の山裾が迫り、加茂川はその間を蛇行する。特に恩師付近では、過去にたびたび大雨による増水で破堤し、周囲に浸水被害をもたらしている。小田川が合流する直前の川崎橋の夏の夕景。正面の樹林は、鞘野平出身者の車窓。河口の網路漁港。鳥取砂丘が遠望できる。 荒井地区で大きく蛇行しながら抜けると、下流域の中石平野に出る。鴨川はかつて荒井から北へ向かっており、現在の岩見駅周辺を抜けて田後港のある裏、深い岸へ流れていた。しかし河川争奪によって、今は小田川との合流して西へ向かい、網路漁港で日本海へ注いでいる。網路漁港のある川口付近には三角州を塞ぐ形で、 大谷砂丘が発達していて、周囲には、砂礫大地がある。現在の加茂川と大岩駅の間の平野部は、かつての関湖が次第に埋め立てられて、後輩湿地となり、江戸時代までは、大谷宅と称する商宅地だった。これが、江戸期を通じて埋め立てられ、現在は、水郷地帯となっている。岩本地区から、下流は、網色漁港となっており、河子には、造船工場や、 水産加工場が並んでいる。小田川は、加毛川の最大の支流で、長さは1 0 2トル内指定延長は9トルである。流域面積は32.7平方キロメートルで、一帯を小田国と呼んだ。大河谷山西斜面の源流からいくつか、沢を集め、小田地区に出る。村の背後のバーガ山には、バーガ山城があり、吉見市が、 小田谷一江を支配していた。バーが山の西を北へ流れる小田川には、黒谷川、荒金川などが合流し、その間に小規模な谷底平野が形成されている。小田川はその後北西へ向きを変え、二条山城があった二条山の東側を抜け、川崎地区で加茂川に注ぐ。小田川の支流、荒金川は、 長さ4 8キロメートル、流域面積8.4平方キロメートルである。荒金川の源流付近では古代から金を産した。明治末期に銅山の開発が本格化し、大正期には公院800名を数えるほどの盛況だったが、同時に荒金川、小田川一帯に鉱毒問題を引き起こした。荒金川の右岸の小瀬谷に設けられた包みと人造池は、 この時期に汚染されていない農業用水を確保するために築造されたものである。鉱山は昭和初期に閉山になったが、今でも鉱山の排水処理が行われている。詳細は流域各地の小施設参照。加納川の流域は津島海流の影響を受けて暖かく、特に海岸付近では断地性植物が分布している。川口付近の浦府地域では地位の木、 タブの木、モチの木などが自然林を形成している。山間部には、コナラが広く分布していて、所々にアカマツ、スギ、ヒノキ、サワラの人工林がある。源流の天神池の周りには、ブナ林がある。流域で見られる貴重な動物としては、日本最小の八丁トンボ、絶滅危惧種のカスミサンショウウウが挙げられる。この他上流の淡水域では、オオサンショウウを、 川仏高早が生息し、岩場や、渓流域には、鈍んが分布している。中流の川筋には、人の手が入っておらず、水質も良く、プ背などの変化に富み、水田との連続性も保たれている。このあたりでは絶滅危惧種の筋島土壌が、確認されているほか、砂利の川床は、鮎の産卵地になっている。下流では、極楽ハゼ、積雪彫 沼秩父などの寄水性の魚類や水性植物の密集地には槍ゴや絶滅危惧種のメダカが確認されている。過去の著しい滑水期でも川が枯れることはなく、水性生物は縁や身を筋で生息が可能である。ただし海と川を行き来する魚類にとっては咳を超えるのが困難になるため、アユウナギモ木ズガニの生息環境を維持するため、挙動の整備が 課題になっている。この他、野生動物の哺乳動物として、タヌキ、キツネ、イノシシ、鳥類ではウミウ、クロサギ、イソヒヨドリ、両生類ではモリアオガエルや各種のサンショウウオなどが広く分布している。流域の平均降水量は年2200ミリで、中国地方としてはやや降水量の多い地域である。カモウ川は流域の水田の考えに広く使われており、 約800ヘクタールの農地を潤している。過去の河水期でも、これらの農業用水が不足するようなことになったことがない。1959年の伊勢湾台風では、豪雨によって堤防が決壊した。この時は、岩井温泉の下流側にある温死橋付近から堤防が破れ、岩見駅周辺の家屋に広く浸水被害を出した。 これを受けて1965年から稼働と堤防の改修事業が始まり、稼働の拡幅や付け替えが行われた。しかしその後も1979年、1990年、2004年にも川の氾濫で浸水被害が出ている。とりわけ平成2年台風第19号では小田川との合流地点を中心に恩師岩見駅付近から 大岩駅付近に至るまで広い範囲で浸水し、130戸近くの浸水家屋を出した。現在も治水対策が進められている。クリップかつて岩井町役場があった岩井温泉付近からの上流側を望む加茂川の流域は古来から巨能軍と称し、中世に岩井軍と改められた。解明の時期は明確な資料に乏しく、諸説あり定まらないが、 戦国期に岩井城が稲葉国と田島国の境を守る要衝となったことで岩井軍が通称となり江戸時代に岩井軍が定まったと考えられている。群河の位置も複数の説があり今の岩井温泉付近とする説と小田川との合流付近の荒井地区とする説がある。今の鴨毛地区は鴨毛郷と呼ばれており平安時代には岩清水、八幡宮の広大な荘園があって 巨野別宮と呼ばれていた。河毛地区に隣接する馬場地区は、八幡宮のやぶさめ神事を行う場所だったと伝えられている。また、馬場付近の河毛川砂岩には石室を伴う古墳がいくつか見つかっている。かつて、河の性別宮はかなり広い所領を有していたが、中世を通じて、宇治地区や温泉のあるあたりが栄えるようになり、河毛別宮と、 宇治別宮が区別されるようになっていった。馬場地区の下流で右岸から合流する白地川の貸し岸球には白地地区がある。縁起年間の大洪水で家を失った生き残りが開いた集落と伝えられており、白い粘土を産したことから白地と称するようになったとされている。また、硯石の産地として知られる。戦国期には白地城が築かれて天子家臣の 安藤市内の守が入り、豊臣秀吉による光月城攻略に参加した。江戸時代には、鴨内地区に、関所が置かれたり、工事図する鉱山によってある程度、栄えた。しかし鉱山が、江戸時代には下火になっていったのに対し、宇治地区付近の岩井温泉が、街道の宿場として繁盛するようになり、地域の中心地は、温泉のある岩井地区へ移っていった。 カモ川左岸の岩井温泉にはかつて岩井町役場があり、岩井郡の中心地だった。平安時代から右岸の宇治の方に宇治層があり、もともとはカモ荘とは区別されていなかったのが、次第に別のものになっていったものと考えられている。宇治地区と長谷地区の中ほどには7世紀頃の岩井廃寺跡があり、国の史跡に指定されている。岐阜県岩井の延山寺の本尊は、 巨能具ににからら移さされれれたと伝えてており、寺がその寺に否定されている。平安時代から鎌倉時代にかけては、宇治地区の宇治長者に関する伝承があり、長者と岩井廃寺と結びつける説もあれば、両者には時代的な隔たりがあって関連性を否定する説もある。岩井温泉の開け湯にも宇治長者が関わっているとする伝承もある。あくまでも伝承だが、 温泉の開け湯は旧世紀中頃とされているが、鎌倉末期から室町期にかけての戦乱で一度、廃れた。江戸時代になって、鳥取藩によって再興され、街道の宿場町、温泉町として客が集まるようになって栄えた。明治に入ると、岩井宿が設置されて、役場ができ、これが母体となって、岩井村、さらに周辺の村を集めて、岩井町となった。明治末期に、 山陰本線が通ることになり、岩井村と海側の浦府村とで、誘致合戦を繰り広げた結果、鉄道は両者の中間を通ることになった。駅名をめぐっても、両村の綱引きの決着がつかず、桂太郎総理大臣によって、岩見駅と命名された。岩見は、岩井村などが属していた、岩井郡と隣接の常見郡を1896年に合併させた、 時に作られた訓名から来ている。岩見駅は岩井町、浦留町の各中心地のどちらからも離れていたが、やがて駅前に居住地が発展し、1954年に両町などが合併して岩見町ができた時に役場も岩見駅近くに設けられた。加納峠の真下の三日月山には、かつて稲葉銀山があった。戦国末期の1593年に、 初めて発見され、当時の鳥取城主、宮部慶順が、盛んに開発を行った。最盛期には700から800軒の家が立ち並び、1598年には、当地産の銀9282枚余りが、豊臣秀吉に献上されたと記録されている。これは、陸の銀山に次ぐ産出量だった。しかし、さらに鉱脈を得るために山を崩し、 川の水で土砂を流して採掘が行ったところ土砂崩れを招き、銀行は間もなく廃絶した。関ヶ原の戦いの後に池田長吉が入法した時にはすでに銀山からは何も得られなくなっていた。銀山の対岸にあたる塩谷、のりまさじ地区では、江戸中期から金や道を産するガムウ道山が開発された。最盛期には、 銅線に満貫を鋳造するだけの産出量があり、稲葉線と称した。しかし10から20年のうちに銅の産出量は激減し、細々と採掘される程度になった。幕末から明治にかけて、再び銅山の開発が盛んになり、明治中期からは宝徳鉱山として民間の創業が行われたが、明治末期には閉山になった。一方、 これらの鉱山と山を隔てた小田川支流の荒金川上流には荒金鉱山がある。ここでは古代から金を算したが、精錬技術がなかったため鉱石のまま朝廷に献上されており、そのために鉱が村の名前になったとされている。荒金川の右岸には当時の鉱山管理のための役所跡とも見られる古代の建物跡からなる皇帝遺跡がある。しかし、 鉱山の採掘は近世までほとんど行われておらず、明治中期に入って銅の路頭が見つかり、開発が本格化した。鉱石は荒井地区まで陸送し、そこから船で運び出していたが、明治末期に山陰本線が開通すると、岩見駅から鉄道で輸送するようになった。しかし、銅山の開発によって荒金川、小田川流域の鉱毒汚染が深刻化し、 一帯の水田が無収穫になるほど悪化した。銅山では、金銭保証や排水を中和するための石灰の現物支給、汚染されていない水を引くための水路整備などを行ったが、こうした負担と景気の低迷によって、鉱山経営は下火になった。1923年に、鉱山大手の久原工業に経営権が渡ると、第一次世界大戦に伴う公共と、 相まって銅山は最盛期を迎え、加納川沿いに岩井町へ軌道が敷かれて、鉱石の輸送を担った。一方、川の汚染は銅山最盛期には最悪の状態を迎えた。かつて荒金川、小田川には、鯉、ナマズ、うぐい、うなぎ、カニ、アユなどが生息していたが、昭和に入る頃にはこれらが全く見られなくなった。汚染は加納川にも及び、 合流して、海に注ぐあたりの魚も死滅し、加茂川には全く魚が遡上しなくなった。水田も被害を受け、苗が枯れて浮き上がったり、秋になっても欠実しなくなった。鉱山のすぐ下流の院内地区では、鉱山排水を避けるために、別の谷に独自のダムを設けて、溜池を作ったが、これだけでは、一体の農地を潤すには足りず、多くの地域ではやむなく、 排水に石灰を混ぜて中和して利用した。六十二名の犠牲者を出した鳥取地震による荒金鉱山の崩壊事故の供養と昭和に入ると銅の産出量が落ちてきたが、九百四十三年の鳥取地震で鉱山内の施設が全壊するとともに、鉱田を貯めた園庭が崩壊して、周辺の家屋は押し潰して六十二名の死者行方不明を出すに及び、鉱山経営は行き詰まった。 さらに翌年の大雨でこの工程が広範囲に流出して水田を汚染し小高川流域一帯は米の収穫が得られなくなった同価格の下落もあっって経営が立ち行かなくなくた。鉱山は閉山となり排水管理だけを行うようになったが流域はその後も長年にわたって鉱毒に悩まされることになった鉱山の営業末期には沈殿堂採集といって 公道の上流側から沢水を集めて注ぎ、下流で水に溶け出た銅成分を科学的手法で回収する方法が取られていた。銅山が閉山になった後も、雨が降ると流れ込んだ水が汚染水となって流れ出てくるため、永続的な高排水処理が必要となっている。今も排水水処理は行われており、回収したおでからの金属資源採取の取り組みもあるが、 終始に見合うような成果は得られていない。川の水質は、排水処理によって、前時向上し、1960年代になって、ようやく、加茂川本流の岩井付近で小鮎が見られるほどに、回復した。三方を山に隔てられた加茂川流域はかつて陸の、古島の様を呈していた。田島や鳥取方面へ通じる山陰道があったものの、県のだったため、江戸時代には、 年貢の輸送などで鴨川の水運が盛んだった。鴨川の恩師や小田川の岩常には、江戸時代に船着き場があり、上流から運ばれる年貢前の中継地になっていた。現在の網代漁港は、川口側から網代、靴井、岩本地区に面しているが、かつてはそれぞれ別の港だった。このうち最も内陸側の岩本港が、風の影響が小さく、江戸時代を通して、 岩屋が置かれて、海上交通の起点となっていた。岩本港には、鳥取藩の蔵があり、岩井郡各地の年貢米を一度集積し、大型船で鳥取のが旅行を経由して上方へ改装していた。網路港が本格的に開かれたのは1862年の執行工事以降である。この辺りに鉄道が開通するのは、明治末期を待たねばならず、それまで、 岩本港、網代港はこの地域の物流、交通の要衝として大いに栄えた。鉄道が全通した大正期以降は交易港の役割を終え漁港となった。加納川と小田川の合流地点にある大田地区では江戸時代には加納川をせき止める地区定があった。山陰では一般に冬の強い偏西風で海から乾い砂が上がってきて、 河口を閉塞したり川床が上昇し、水流が滞って氾濫を招くことが多く、冬の間は大田関で水をため、水路へ放流して水路が砂で埋まるのを防ぐ目的があった。下流域の大谷沢は2つの大きな小宅地だった。1711年から埋め立てが始まり、100年以上をかけて神殿開発が続けられた。神殿は盛んに、 神殿開発を行った和田特衛の名を取って和田神殿や大谷田んぼなどと呼ばれた。1815年頃には300国弱の国高が得られるようになっていたが、劣悪な沢田も残されていた。鴨内地区や荒井地区では上利性を伝える整然とした区画になっているが、この大谷田んぼ付近では区画が整っていない。ありがとうございます。